はいどうもこんにちは、ワッフル。今日はね、ワッフルミーティング in 横浜ってことでね、お知らせですよ。もうね、第7回なんですよね、ワッフルミーティングもね。先週第5回第6回で岐阜と、京都の比叡山でやりましたね。2日間ね、100人弱ね、お越しいただきましてね、もう車も何十台ですよね。本当盛況でありがとうございました。比叡山の方ではね、ミニ FM のね、番組収録とかね、公開生放送なんかもねやりまして、FM 姫の皆さんもありがとうございましたということです。さて次がですね、10月7日の土曜日、10時から14時ですね、午後2時までこちらでね、やってるんですけど、これね、時間別に意味なくて、好きな時間に来て好きな時間に帰っていただいて OK です。だから10時に一瞬来て顔だけ出してバイバイでもいいし、12時頃来てご飯食べて帰ってもいいし、終わり間際にね、来てね、ちょっとみんなに会いたかったよっていうのもいいですし、ずっといていただいても構いませんと。だから2時にね片付けちゃうんでね、それまでに来てもらえばって感じですね。あとね、せっかくなんで12時にね全体の記念写真します。記念撮影ね。でお顔みんな出さないんで、まあ、自由にねニコニコして顔は全面モザイクにしますね。はい、場所はね、横浜市の中区みなとみらい新港中央広場。新港中央広場でね、Google マップ検索すると出るんですよ。で、これね、赤レンガ倉庫のすぐそばでね、道挟んで反対側なんですよ。だから赤レンガ倉庫を目指してきたらね、自動的に到着しますね。で、ここね、公園っていうか、ただの広場で、ベンチもほとんどないんですよね。なんか、一人座りが5脚に、オブジェ座れる丸いオブジェが2個あるだけかな。1個かな、2個かな。で、最寄り駅はね、みなとみらい線の馬車道駅から、まあ、徒歩5分ぐらいですかね。まあ、赤レンガ倉庫は桜木町からバスでも来れますし、まあ、別に歩いてでも来れるし、日本踊り駅からでも来れると思いますね。なんで、バスや電車や徒歩で自由にお越しくださいと。だから最寄りはね、多分桜木町からね、なんかなんだっけ、ゴンドラみたいなやつ、あれ乗ると一番早いんですが、ゴンドラ1000円するらしいですね。結構高いですね。で、参加は無料と。もちろん無料、当然無料、完全無料ですね。で、五感談、アイボール、体験応用など自由にお過ごしくださいということなんでね。まあ、トランシーバー持ってきてもらったりね。あと、ここは海沿いなんで結構ね、電波も飛ぶと思うんで遊んだり。まあ、あとはアイボールですね。ね、このチャンネル、ご視聴の方同士のね、交流とかね。あと、東京が無線機持って行って、東京のクラブコールでね、体験運用もできるようにしてありますんで、免許ないっていう人もね、アマチュア無線機やってみようっていうね、ぜひともチャレンジしてくださいと。あとは東京からね、この、イベントの記念カードね、専用のカードも作ってますね。これ限定100枚なんですけど、その限定記念カードとか、あとね、ワッフルカードで当局のね、名刺みたいなやつとかね。あと、アイボール記念カードっていうのもあるんで、まあ、いろいろ、なんかもらえますんで、もらいに来てください。でね、保冷所さんっていうね、ツイッターのフォロワーの方でね、特賞でね、一回喋ったことあるんですけど、ね、その方からね、現場こんなんですよって写真もらってきたんでね、共有しますね。いいでしょ、なんかね。ね、ちっちゃい椅子があって、芝生があって、草木があって、花が、咲いてると。これちょうど昨日かな、10月の2日撮影だと思うんで、3日か、ね。そう、こんな感じらしいんですよ。で、奥にね、奥でここね、ここにちゃんと赤レンガ倉庫見えてますよね。で、小道があって、これの芝生ね、自由に使っていいと。で、これね、会場の使用については許可を取ってますので、大丈夫です。で、この丸いオブジェね、ここにも着席できるようになってるみたいなんで、この辺でもいいですよね。で、これが、まあ、道路に面したところの通路で、あ、これベンチありますね。これのベンチで集まってもいいかもしれないですね。木陰もあるしね。ね、いいですね。で、ここが、オクトーバーフェストっていうね、ビールを飲む遊びですね。これがね、赤レンガの中でやってて大変盛況らしいんで、ビールいっぱい引っ掛けてからね、来ようとかね。あるいは顔出してからビール飲みに行こうかみたいな、こう遊びとしてね、赤レンガ倉庫とのイベントとの連携でも楽しめると思います。で、まあ、あとは、ご持参品としてはですね、レジャーシートがあったらさっきの芝生のところにね、座ってリラックスできるなとか思ってますね。あとよくあるのがコールサイン名札ね。まあ、ネームカード。この辺をね、持っといてもらうとね、いいんじゃないかなと。あなたが OTH さんですかみたいな感じね。あと、配る無線名刺ね。これもいいと思いますね。それから飲み物、食べ物は、まあ、自由にと。で、近所にね、コンビニあるんで、調達は現場でできます。
で、ただゴミはね持ち帰ってくださいね、公園を汚さないようにということでお願いです。で、さっきも言いましたけど入退場自由だし、まあ、特にエントリーとかもないんで、まあエントリーあるんですけど、出たり入ったりね、特にあの主催の許可なく自由です。はい。で、赤レンガ倉庫にてオクトーバーフェスト開催中ということですね。先ほどの写真ね、これか、これですね。楽しそうですね。でね、当日の天気予報がこの10月の、4日の朝の時点で、晴れですね。気温25度、16度、降水確率 0% になってるんで、多分天気大丈夫じゃないかなと。日中は天気崩れるって書いてありますね。そんな感じなんですけどね。まあ、いろいろやっていきますんで、ぜひとも皆さんもよろしくお願いしますということです。はい。じゃあね、お待ちしてます。で、これね、エントリーしていただくと何人来るか読めるということで、統計が喜びますんで、あの、概要欄にね、エントリーの、ね、リンク貼っときますんで、ね、そこから、あの、コールサインだけ書いてもらえばいいんで、コールサインがラジオネームですね、書いてもらえばいいので、そちらね、よかったらご記入もお願いしますということでございました。じゃあね、10月7日土曜日、お会いできることを楽しみにしておりますということでした。以上、ワッフルでした。さようなら。